こんばんは、トムトムチャンネルでございます。今日はうちの奥様の誕生日でございまして、昨日は昨日でねケーキ食べたんですけど、今日またちょっととあるところに行っていいものがあったんで買ってきてしまいました。新東京名物の東京煙突だそうです。じゃあ私がこれがシナモンアップルパイの練乳いちごのこれがね、チョコレートがなんだっけな、 なんとかショコラチョコレートみたいなやつで、これがパンプキンで、パンプキンもそうなんだけど、ちょっととんでもなく柔らかい、すんげーふかふかしてるんで、ちょっとこれをいただいてみたいと思います。じゃあ実はこれやっぱ片手でやるのきついと思うんだよな。パンプキン破いちゃったんですけど、なかなか取れなくて、もったいないよね、もったいないんだけど、しょうがないんだよ、こんなにね、すごい柔らかいの、本当にこんな、ほらこんなで、これがなんかね、説明書に書いてあったんだけど、この中がね、とんでもないことになってて、ちょっとこうやってみる、お見せできる状態じゃなくなってしまう。中にまたこうやってクリームね、いや美味しそうなんで、これちょっといただいてみたいと思います。うん、うまっ、美味しい。これがね、なんだろう、モンブランみたいな味がするの。あ、下にね、ちょっとザラメが入ってる。ザラメ欲しい、欲しい。これがね、JR の山手線の大塚の駅に新しくアトレができてて、その中にありました。で、そこのちょっとお花屋さんに行ってね、煙突屋ってどうして東京煙突屋って言うんだろう。見てこのふかふか感、伝わるかな。ぽよぽよしてんの、生地がソファみたいね、ぽよぽよしてんの、ほら。はい、今日は東京煙突を食べてみました。美味しかったです。ぜひ皆さん近くにあったら食べてみてください。トムトムチャンネルでした。また見てね。